北投げ温泉は、台北市北投げ区にある著名な温泉街で、二北投げ温泉とも言う。北投げ温泉は、天然のラジウム泉として知られる。また、硫黄の成分も多く、町には、硫黄の周期が漂う。源泉の pH は1.4から1.6の、共産性である。不さい北投げ温泉は、明治16年に、ドイツ人硫黄商人ーリーが発見したと言われている。 1896年、大阪商人、平田玄護が、北投げで、最初の温泉旅館、天狗庵を開業した。その後、日露戦争の際に、日本軍商病兵の療養所が作られ、それ以降、台湾有数の当氏場として知られるようになった。1905年、日本人学者、岡本洋八郎によって北投石が発見される。北投石は、 微量のラジウムを含んだ湯の花が何千年もの歳月をかけて石灰化したもので、世界では、ここと秋田県の玉川温泉でしか産出されない。当地にある共同浴場だけの湯の前で発見された。また同年、湯森観音を祭る鉄神院が創建される。1913年、北投げ温泉公共浴場が落成し、北投げ公園も完成する。 戦前はモダンな建物が立ち並ぶハイカラな温泉街として知られ、1923年には昭和天皇も訪問した。戦後、台湾が中華民国に帰属した後、中華民国政府は北投げ温泉を観楽街として位置づけ、沖屋の営業を認めた。このため、国の内外から売春目的で北投げ温泉を訪れる観光客が集まった。しかし、 交渉制度は1979年に廃止され、また、当時台北市長だった沈水編の健全化政策により、北投げ温泉から沖屋は消滅し、親子で楽しめるような観光地が復活した。2010年12月、日本旅館、加賀屋が北投げ、加賀屋を開業した。に北投げ駅前から地熱国にかけて、日本当地の面影が残る古い風情の温泉街が広がる。 旅館やホテルなどが数多く存在するのが特徴。台北市中心部から気軽に行けるため、週末には多くの観光客が訪れる。台北都市に北投げ市線に北投げ駅下車、またはバス。陽明山方面へ行くロープウェイの建設計画がある。ありがとうございます。